さあお待たせしました。と少しベース打ってたらいつの間にかね寝てましたびっくり。なんか普通に夢見てたんですけど。いや何どんな夢見てた？でも起きた瞬間忘れちゃって、なんだっけな、なんかもう一瞬悲鳴上げたみたいな。びっくりした。寝るつもりなかったわね。これ見てここすごいことになってる痛いバーって出ないマッサージバットみたいなベッドにあってマッサージベッドに何これ顔をはめれるじゃないですか。そういうにはめたまま寝てたらこうなってた画面で映ってるんですかね。映ってるほら。あやばい最悪ちょっとカクカクしてやだうん、ええー、チャネットラ入ってる今日の寝方片付け中だいぶやだ、うん、跡がついても可愛いとはなさお仕事お疲れ様です。ほんとなんか17時からってさみんなお仕事中やん絶対だから見れないよなとか思いながらてます。やほう二重なのはいつもやうん ちょっとだけランちゃんついランちゃんどういううん、お仕事休憩お疲れ様です。今日はね今ね事務所にいます。イエイ可愛い可愛いですよね猫ちゃん。今日猫ちゃん猫ちゃん猫ちゃん可愛い、うん、なんかテレワークとかお疲れ様ですみんな。なんちゃんはね今からレッスンですね。はい寝てました。そうそうランちゃんも一緒に寝てたんだからねすごくない起こしてきました起きた時にそうなんかめっちゃ飛び起きてて、うん、そうだよ17時からって言ってんのにねえみたいになってでランちゃんみたいな。ランも一緒に寝てた。ランちゃんもいつの間にか寝てた。うん、自主練なのでランちゃんは。はい。そうです。そうです皆さん。長い道のり。そう。いやランちゃん今からレッスンしなきゃいけないんだよ。そうです。そうなのに。充電してるんです今もう一個のやつを。もう一個のやつを使うのに。多分、うん、充電がないので。またもう一回寝ると思います。寝ません。ねもう寝ませんよ。次多分寝ちゃって起こしてくれる人いないから気づいて夜になってると思うんでやめます。真っ暗になってるかも。この間もレッスン終わって、うん、終わってかな、なんかいっぱいメンバーいて普通に寝てたんです、うん、で普通同期とかなんか先輩とか見たから誰か起こしてくれるだろうみたいな気持ちで寝ちゃって、うんうんうん、で起きたら誰も悲しいよ悲しい一人で待って待ってみたいな、ちょっと気まずかった。気まずい。それは起きたら誰もおらんくても、うん、だからみんなね、いい人で私はそうですね、いい方だよ。そう、さすがにそれはやばいやばホテルとかでもさ、同室やった時に両方遅刻して
めっちゃ夫婦やない二人仲良かったん。そう、二人仲良く遅刻したって話だった。うん、うん、ですそして誰もいなくなった作品みたい。明日、明日 M ステぜひ皆さん。明日だっけ？違いますよ。違うよね。M ステは明後日。12か。12が M ステ。明日はあれ、何でしたっけ？ベスト。明日もまた番組。え？今ピカってなったね。で前カラオケの時もこう声なってて。怖い。怖い。うん、また番組出ます。お楽しみに見ます。うん、で休憩時間というか、まあ休憩時間か、まあ空き時間を有効に使おうと思い、今ですか？そう、今の時間。そうです、ね、そう、どのくらいやろうかなっていうのは特に決めてないです。でも18時くらいには終わりたいなって思ってます。ピカッとなる瞬間見たい。なんならん。あ、なった。どうだった？え、電気が切れそう。じゃらんは、そう、何？何？前髪。ああ、なんで？今何分ですか？じゃあ今20分なんで、はい、まあ30分にはやります。うん、やりました。充電も溜まってるだろうので。はい。あんちゃんはそうらしいです。はい。じゃあ10分。ここで降ります。はい、了解。はい、私は、はい、はい、はい、私は、私は、はい、これからインスタグラムみゃんさんといったあのオーマイカフェについて話します。どうぞ。はい、あの2人で行ったみゃんさんがすごくチップとデールがすごく好きだったらしくて、可愛くて、うん、はい、カフェに行ってきました。予約してカフェに行ってきました。はい、予約制なんですね。予約制でした。おお。で、なんかもともとはなんか行く日が決まってたんですけど、はい、なんか勘違い してて日程をね、完全にね、みゃおさんがねああみたいな。なんか見た時は9月で、まだ10月でだ、10月で、でなんか、あ、でもこれ11月から、あ、違う、嘘してるね。うん、嘘ついてます。なんか頭回ってました。月を間違ってて月を間違ってて、はい、で行ってきました。そう、ようやく行けたっていう1ヶ月越しの約束って感じ。そんな人気なんですか？めっちゃ人気らしいです。ねえ、まあでも楽しかったです。美味しかったし。はい、以上です。はい、そう、人数制限がちゃんとされてて、予防に、感染予防しっかりされてました。固まるね。そう、電波が悪い。ここ悪いですね。前も悪かったよね。でもここしかないんだもん。はい、前、何？え、電気怖いですね。いや、それね、なんかいるのかな。いそう。やだ。なっちゃん後ろ。ね。おばあちゃん。やばい、おばあちゃん、おばあちゃん
おばあちゃんごめんね。うん。イエイ。寒くないよここ。ちょうどいいです。うん、誕生日だって。おめでとうございまーす。X さん。うん。はい。うん。あ、ポッキーとプリッツの日。ポッキーとプリッツ？あ、明日ですよ。うん、日で。え、買ってたね。あとで1本食べます。早取りポッキー。早取りポッキーする。で、なんかめっちゃびっくりしたというか、個人的に面白かった話なんやけど、なんかスケジュールみたいなの組まれてて、そこになんか予定画に書き込まれてるんですよ。なんか Google のやつがあるんだよね。そういう管理できるやつが。で、マネージャーさんがなんか随時そこに追加してくれるみたいなやつを見てて、なんやろな、その案件とか、なんかに概要みたいな感じで書いてあって、で何にもない日になんか。ポッキーとプリッツの日だけ絶対書いてあってそれは書くんやみたいな。マネージャーさんが書いてる。マネージャーさんがふざけて書いてるっていう、ちょっと遊び心をねプラスしてみたみたいな。怖い。そう、うん、っていう話。だからポッキーとプリッツは絶対ゲットしたいと思います。あ、ポポロデイ。そう、韓国でも似たお菓子があって、うん、ポポロっていう、あ、ペペロか、ペペロペペロっていうゲームらしい。ゲームじゃないお菓子らしい。もうダメだ、ほんと人間やめよう。重い、罪重いんだ。人間やめようよ。怒られるね、親にね。うん、うん、せっかくもらったこの命せっかくやったこの命。なんか先があるじゃん、スキルでかい。そう、うん、しっかり頑張っていきたいと思います。はい、まあ寝起きですから、うん、頭回ってないです、はい、あとはちょっと薄くあーでもまだある。やだ、見せらんない。最近センター分けしてるんですか？うん、分けてる。でもセンター分けじゃないけど伸ばしてます。伸ばしてます。あ、でも両方できるように真ん中だけ、まあ、切るつもりですね。短めに作って両方できるよみたいな、やります。メイクさんとそういう話をしてます。どうですか、寒いよな、ね、なんか急に寝るよ。あはははははやっぱおかしいよね。なんで、待って待って、なんでおかしい、おかしい、おかしい。 えつけた。いたじゃないですか、ここに。ちょっと遠隔操作できた。え、一回切ってみて。ごめん、ありがとう。こう、ありがとう。あ、急に寒い風が舞い込んできた。え、ほんと寒って思って。え、やだ、もう。なになに、なんか遠隔操作できるん、ここって。え、できないですよ。あ、でも止まった、止まった。クリストさん、よかった。ねえ、そんなさ、そんなねえ、レッスン上なんだがって感じじゃない。うん。
そういうなんか現象的なやつね、あるよね。なんてやった？やってないですよ。なんかここにこうやって座ってたじゃないですか。ずっと一緒にいた。長すぎですよこうやって。ずっと一緒にいた。うん。ゴムゴムの実食べたんかもしれんや。うん。ゴムのゴムゴムの実食べたからさ。お前らワンピースわかんない。えー、ダメや、つなが話が通じません。ダメでした。いやゴムゴムの実はわかるんですけど、うん、その効果まではちょっと存じ上げない。嘘。まんまやん。え？ゴムゴムの実。あブヨンってなるとこですか。あのルフィが食べたやつ。はい。うん。あタイマー設定かけてたのかな。確かに、だったら申し訳ない。え、タイマー設定とかできるんですか？できるかもしれん。へえ。もうすぐ18時30分なんで、嘘今、え嘘何時？違いますよ、ビビった。5時29分ですよ。ビビったよ。やられたね。本当ですし。やられた。確かに壁薄いと隣でリモコンでさテレビつけるやん、そしたら隣の部屋のやつもついちゃうみたいな。へえ。素敵だね。うん、さっき行ってきたんですよ。え、かわいいなって思ってた。勝手に見せる。どうぞどうぞ。イエーイ。めっちゃ可愛い。ちょっと久しぶりにちょごてごてにしたくなって。違います。リボン。かよ。可愛いね。可愛いね。めっちゃ可愛い。そうなんです。俺そう。可愛い。可愛い。小指。可愛い。うん。でけね、私と違ってこった音色します。みゆさんはあれですもんね。私はナチュラル派です。今はない。私はあ、ちょっと私は大切にする派です。いや、まだで大一回やったものを大切に残す派です。これ大切にしてます。これは大切にしてジェルネイルね、一時期してたんよ。え、してた、うん、してた時あんま話しなかったね。そうですよ、そうだね、うん、こんな交流なくて、うん、交流がそこまでなくて、うん、そう、やめてからはもうペラペランです、うん、ペランペランです、うん、かすかに撮影で使ったものがかすかに残ってる。もう剥がれてるレベルじゃないですもん、ね、もう取りなよっていう爪の真ん中にそうジョン本当だよ大変、うん、ねえ、ネイル顔赤色がめっちゃある、似た色がめっちゃある。でもこの間赤色ノベルティでゲッティングしましたよ、うん、ゲッティングしちゃいました。使った、うん、まだなんか、うん、これはクリスマスっぽいなって思って、うん、まあこれやっちゃったんで、うん、これが取れたら、うん、まあセルフやろうかな。お、じゃあお話し会とかで見れるかな。そうですね。お、まあ、かな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 。もうつね、もーちゃん毎回自己紹介してるね配信で、けど私はしてない。知ったを見ず、上向いてマイペースで頑張ります。下を見るです。ミミユって言ってたよ一回も。下はミミユです。一回も言ってない。うん、下はミミユです。よろしくお願いします。絶対バレないですよ、一回言っても。嘘。下はミミユです。一個目だけでかく言って、ミミユです。よろしくお願いします。じゃあ今度明日ラン公演なんで、明日ランやりますね。小林ランです。ダメダメダメ。小林ランなんです。
ランです。ランラン。ラン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 です。ミルクです。やばい。ランランです。ランランです。ねえ何やってんですか。ラン、うん、ですラン小林ランです。アンアンめっちゃアン小林アンアンです。パンダ埋めそう。埋めそう。パンダみたいじゃなくて埋めそうなんですか。シャンシャン、シャンシャン、リンリン、ランラン、ランラン、ランラン、シャンシャン、リンリン、ランラン、シェンシェン、シェンシェン、シェンシェン、シャオシャオ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 、かわいい。うん、シャオシャオいいね。うん。シャオシャオ、シャオシャオ、シャオシャオ、レンレン、レンレン、レンレンはやだったっけ、レンレン、リュンリュン、リュンリュン、リュンリュン、何でも出てくる、リュンリュン、でもなんかさ、100年先とかになったらさ、もうなんかさ、リュンリュンとかさ、多、うん、そう、そうですね、ペンペンはペンペン、ペンペンはそれはもうペンギン、それもペンギンしかつけてダメですよ、ペンペンは。パンパンはパンパン。パンパン。ペンピンピン。パンパン。カンカン。カンカン。プンプン。プンプン。カンカンカンはいたか。カンカンはいそう。カンカンはいた。うん。コンコン。コンコンこれはキツネですね。ケンケン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 ケンケンになるな。あデンデン。えデンデン可愛いよ。あテンテンもいつか。でいつか来そう。ルンルン。ルンルンは可愛いすぎる。ね、可愛い。チャオチャオ、チャオチャオ可愛い。うん。キュンキュン。へ、キュンキュン来たらやばい。キュンキュン来たらやばい。うん。でもなんか何百年後とかにはもうキュンキュンって言葉なくなってんのかな。え？そのパンダの名前とかになってたらどうする？え、確かに。え、名前ってさ、キュンちゃんさとか。うん。流行りの名前なんなんですかね。ね、100年後めっちゃなんか未来人が未来人となんか会話してる感じの投稿を見たことある。え、なんか何百年後から来ましたみたいな。え、ツイッターですか。ツイッターとかかな。なんか有名になった一回。あ、え、なんか、ね、ありますよね。そう、あれ見た。え、あれですか、なんかオリンピックのメダル当ててた人。そうそうそう、当ててた人。そうそうそう。でもあれなんかあれですよね、うん、聞いてみたい。うん、全部投稿しといて鍵垢で、うんうん、であの27個、うん、実際当たったやつだけ、うん、それ以外の投稿は消して鍵垢解除してやったみたいな、うん、裏技かわかんないですけど、でも本当にしてもえでもすごいですよね。すごい。えでもなんそういうの信じる人ですか。え、なんか聞くだけ聞きたい、信じたいけど、うん、なんか本当なんかなって思っちゃう、うん、占い的な感じ。それこそ、あ、確かに面白いなって。未来、うん、ハロハロとか可愛くない。ハロハロ、ハロハロ、ハロハロ生まれた、ハロハロ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 、てかさ、GU でさ、ポケモンのコラボグッズ出るの知ってる？めっちゃ可愛かった。あのミスドのやつは見ました。あれ可愛い。ピレグミも美味しかった。出るんですか？ん？出るらしかった。美味しかったし。何？え、なんか話めっちゃなんかコロコロするから。コロ
お互い話コロコロしてそう、コロコロ変わるからペレグも美味しかったし、ペレグも美味しい。 あと話戻ると話戻ると、GU とのコロコロ自身もめっちゃ可愛くて、パジャマがすごく可愛くて、あとね、あのメイク道具入れも可愛かった。メイク道具入れなんか売ってるんですか？いろいろあった、なんか可愛い。そう、発売が楽しみ、うん。ポケモンはちっちゃい時にゴーリキーが好きでした。こう、あ、え、めっちゃいかつい、いかついんだ意外と。ゴリラみたいな。意外といかつい。いかつかった意外と。私普通にトゲピーとかさ、可愛い系、ちっちゃいやつ、可愛い。ちっちゃいやつが好きだった。トゲピー。トゲピー。うん、トゲピーの表し方ね。トゲピー。いや変わんないだろうな。トゲピーだらけらしい。戻った？どうですか？今日ちょっと早めに終わろうかな、配信。あとランキングもちょっと読めそうにないから、登壇してる方だけ読んで終わろうかな。戻った？でもよかった、戻って。よかったです、皆さん、よかったです。安定してるの？なんでだろう。そういえば照明のチカチカもなくなった。めっちゃ赤くない？なんでこんな赤いんだろう。なんですよ。なんで Wi-Fi 逆につけたんですよ。あ、仕事頑張ってください。お仕事頑張ってください。応援してます。また固まり始めたと。安定してる間に読んじゃいますね。13位からいきます。ウィンパディさん、13位おめでとうございます。そして12位がカラダニピースさん、12位おめでとうございます。そして11位がテオネオさん、11位おめでとうございます。そして10位がリムさん、シビビチュッカーよ。そして19位ですね、9位がハッピーミューシ、クイチュッカーよ。そして8位がヨンオンにパルイチュッカーよ。そして7位がジアリングさん、チレイチュッカー。7位おめでとうございます。そして6位ココーンにゆっくりチュッカーよ。そして5位がマイさん、5位おめでとうございます。そして4位が元気くん、4位おめでとうございます。そして3位がヌコッパ、寒いチュッカーよ。そして2位がチェンジ DC、2位おめでとうございます、チュッカーよ。そして1位がザゼロさん、1位おめでとうございます。はい、でちょっと変わったので、5位にマイさん、5位おめでとうございます。そして6位にココアンにゆっくりチュッカーよ。あと誰が入ったかな。9位がハッピーミューシー、クイチュッカーよ。そして12位がおつぶちゃん、12位おめでとうございます。カラダニピースさんは読んだからね、だから大丈夫って。おねおさんも読んだしね。はい、いかがでしょうかね。ちょっと今日は電波の都合上、登壇している方だけ読ませていただきました。こちらこそ、みんな忙しいのに見てくれてありがとうございます。そう、早めに終わっちゃってごめんね。ということで、明日はベストヒット歌謡祭です。楽しみに。明日はね、いつ配信できるかな。明日もちょっとゲリラになると思うので、いつ配信するかわからないです。でも1時間前には絶対ツイートするので、皆さんお待ちしております。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。スクショタイムしますね。いきまーす。はい、チーズ。うん、ありがとうございます。はい、明日はカラオケできたらいいなって思います。またね、見に来てくれてありがとうございました。またバイバイ、また明日ね。